さて、リバーサイドで最高の夜を過ごしまして、次の週のお休み3連休ですか。最高の旅が始まる。それじゃあママ、おじいちゃん、行ってくるね。予感がしる。え、ゆめちゃん行くの？しかもお母ちゃんとおじいちゃん行かないの？おお、気をつけて行ってくるんだぞ。マジ？ゆめちゃん来んの？バン、お前らもゆめのことを頼んだからな。うん、それはもう。ゆめちゃんが行きたいって言ったのかな。お言葉に甘えちゃったけど、わがまま言ったら遠慮なく叱ってね。ゆめ、いい子で元気にいっぱい楽しんでいらっしゃい。嬉しい。歯磨きと寝る前のトイレはちゃんと忘れないようにね。まあその辺はアニエスちゃんがやってくれるかな。うん、大丈夫。うん、ゆめちゃんいつも片方だけなんだけど、今日はゆる方だね。アーロン優しい。行ってきまーす。いい笑顔だな、おやすさん。で、話ってのは何なんだ。あー、そういうことか。なるほどね。それを提案したんか、バン君。うん、ちょっと長くなると思うから、コーヒーでも入れるわね。なるほどね。どうどう、乗り心地。ユイーンじゃない、ユーン。え、ガキンチュじゃん、6歳だよ。カズルくん、いいねいいね。ついでね。確かに。いやー、めちゃくちゃ楽しみ。リーンくんが泊まったとこよ、シュファルツアー家が。うんうん。まあね、そうね。はい、イーリスから出まして、東方面。わー、いいね。アーロンとパン君、またなんか言ってる。これは、パン君だけが運転してんのかな。いや、交代してる、交代してる。車があるっていいね。アーロンに肩預けたら？いや、私、絶対寝とる。もう、最初から最後まで寝とるよ。はーい。見覚えのね、通知。あら、すみません、朝早くに。アークライドさん、どうしたどうした、このタイミングで。あら、皆さんご一緒でしたか。って、もしかして車の中ですか。うん、うん、ジュディスさんのこと。はいはい。数日連絡取れない。1週間前よね、あったの。なんだろうな。どうする、わしら今から2泊3日の旅行なんだけどな。そうだね、的確な行動です。はーい、任されたもう。知女言わんの、アクトレスって何。アクトレスって、知女アクトレスって何。ね、見かけた、言ったんだね。犯罪行為を探ってたか。犯罪行為か、なるほどね。はいはいはい、そういうことか。そしてさらに東に進むのです。あの、何、中継があったところに赤点あるの、いいね、わかりやすい。ここで何かあったんだよみたいな。
何これモアイ像？何これ、ちょっと誰か、うんちくうんちく。大陸中東部と東部ですね、中部と東部を隔てる2つの屋根、2つの屋根。あ、これが天山、あー、あれか、へえ、天山連峰、あの映画で見たやつで、南が石軽山脈、へえ。いや、このモアイはあー、ソラリス連峰、どこで聞いたんだっけ、ソラリス連峰で、コンロン山脈なんだ、なるほどね、へえ。西方、東方のそれぞれの指だと、ああ、だから違うんだ、なるほどね。国際的な優勢名称が決まった、ああ、まあそれは大事よね。テストに出そうかも、はいはい、うん、へえ、そうよね。ん、どうした、ん、あ、お、え、お、え、ちょ、バンク見て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 、めちゃくちゃスローモーションだし、これは見られた、見られた、バン君はどう思うかな。イカスバイクじゃねえかエトワス、よう見てね形でわかるんだけど、文字でわかるって相当すごくないバン君、大型バイク乗りはトラウマ、野生狼的な意味でそうそう、そんな人がいるんですよ、空からごめんね。いや、まさかなだよね、それはだってまさかなってなるもん。故郷ってわけじゃないのに柄もなく里心がついた、あー、何か思い出してるようなちょっと嬉しそうもうアニス万ベテランですね。ってなるとあの人には会えないのかな。なんか確かにいなさそうな雰囲気は出してたか。本当にぴったり12時半じゃん。到着、ここがロンライか。ロンライ来た、涙が出そう。わあ、不思議な光景ですね。うん、ね、コートと全然違うね。匂い、いよ、あ、そう、いよって言おうと思った。へえ、楽しみ。はーい、あー、うわー、うわー、なに、あの、私あれ好き、あの午後一のあのあれが好きなんて言うんだっけ、どうするしたね、あの葉っぱで巻いてるちまき、ちまき、そう、ちまき、あの今ね、文字見る前にちまきって思い出したからちまき好き。あ、そうなんだ、へえ、それは楽しみだね。懐かしい。あ、ここがあれ、はい、え、どうなってんだろう、本当に、本当どういうことなんだろう。わ、なんだなんだ、黒まんじゅう、んー、イカスミなんかな。あ、竹スミなんだ。へえ。あとで踊っ、怒ってやるからよ。やった。突撃だ。なんて言ったってね、ガイドブック買ってたから。そう、茶葉が有名って言ってた。抹茶アイス好きなん？ああ。初見？いいんですか車とサウニはうざいくらいうるせえぞ、まん、我慢
んしなさい。ゆめちゃん片方外してる。壁山楼来たー。リン君で食事シーンはあったけどねえ、すごーい。おお、やったえ、もう相当にニヤニヤしすぎてほっぺた痛いんだけど。いいねいいね、女子グループ。へえ、うん、一緒に寝てもいい2泊だからね、2人分いけるよ。パジャマパーティーならぬ浴衣パーティー、いいですね。男子グループ3人、やっとなんかあの男子組が増えたね。あー、加藤君やっぱそういう潔癖ある？カトルキュンは小娘どもと一緒がいい。そういうこと言ってんじゃないよ、いじるないじるなそういうこと言わんの、15歳に向かって。カトルキュンごめん、私エリオとキュンとか言ってるわいびきって気をつけて、気をつけられるもんなんかな。でも2人とも筋肉あるからいびきはなさそう。シューマイに何あの麺、あとチンジャオロース見えた。おいしい。もうダメだね、このゲームめっちゃお腹すかない。ノルドの時もやばかったけど、なんか毎回お腹すくんだけど。ミータオメンジ、これが、あ、鳥っていうこと。へえ、おいしそう私桃好きなんだよね。そうなんだ、いいな、食レポ助かる。ちまきおいしい、ちまきいいよね。いいな、昼からがっつりだね。ゆみちゃんいるだけでこんなに旅が3倍も4倍も楽しいね。解析か、いいねいいね。黒糖あたりのスタイル、あー日本系っていうこと？和食みたいな。あー、そうかそうか、ガイドブック以上のあれか察された。前にこの町で少しばかり暮らしてたことがあってな。まあなんかあんまりバン君がそういうこと言うことない、なくないけど、でもなんだろう、聞き出した感じがいいね。いつ頃なんですか？19の時に半年くらい。へえ。あ、まあでも言うて東方神社の時もなんか言ってたか。遊びっていうより修行みたいなもん。半年か。アニエスは感慨深そう。なんかその好きな人の話聞けるの嬉しいよね。日頃聞けないしね。エレインさんたちと離れてしばらくしてからでしょうか。ね、アニエスもアニエスでプレイヤーみたいにいろいろ考えてんね10年くらい前、違う違う、5年前ですなるほど、あのアーロン的にはそういうおっさん度でいるんですねまあいじりだろうけど。2時間ほど自由行動、はーい、そうだねそうだね。ラジャー、あ、いいね、リゼットさんすごい面倒見よさそう。東方人、はいはいはい、飲む打つ買う、ロージャンね、はーい、昼間はこいつらの面倒見るね。
嘘でしょ。え、しま、え、あ、でもいつでも変えられるんか。二人、メリちゃんとアニエセットだな。どうしようね。ちょっとここ私1時間ぐらい悩みそう。ゆめちゃん連れていこう。ゆめちゃんとあと1人、リゼットさんとカトル。どうしよう。でもアニエス絶対パン君と一緒にいたいだろうな。でもゆめちゃんも、でもゆめちゃん連れていくんだったらリゼットさんだもんな。どうしよっかな。どうしようって、めちゃくちゃ悩む、これ。普通に、普通に王道で考えるんだったら私アニエスとフェリーだと思うんですよ。私の王道ね、私の中の王道が。でも私ね、アーロン連れて行きたいんだよね。私の好みはアーロンとゆめちゃん。アーロンとゆめちゃんにしよう。自分の欲望に忠実に行こう。で、あとは、おのおのいろんな場所にいると思うので交代して2人がどこにいるのかっていうのも見てみたいっていう感じかな。はあ、そしてついにロンライに来たね。めちゃくちゃ嬉しい。でも今回はまあ多少なりともそのアルマータ関連のやつはあるかもしれないけど、ゲネシス関係ではないので、跳ね伸ばして存分にヤン旅行を楽しみたいと思います。よし、満を持してロンライ探索していきましょう。そこそこ広いね。山脈への崖道、山脈に行き、幕府あんの？ロンライ幕府？リン君はどっちかっつうと山脈方面に行ってたよね。へー、戻る。あ、待って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 、リン君食べてたのどこ？そこからそこからそこか、部屋で食べてたんかな、個室で食べてたんかな。なんか窓のヒントあったよね。こんな窓だったような気がしなくもなくなくもないけど、こんにちは。あ、支配人さん、はい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 、やーはーはいはいはい、おもてなしの精神。曲いい、はーい、いや、あー、うん、こ、うーん、丸かったような気がするけど、ここロビーではないのかな。何食べてんの。あ、そういえばリン、なんだっけ、甘味があるっていう話だったけど、甘味って小説中に言ってたっけ。はいはい、あー、いやもうなんかこれやっぱおもてなしの精神ですねわびさび精神を感じる。ロンライ寺院、へえ、寺院人気スポットなんだ。芸道の体験、へえ、占い師の方もいる、へえ、体験工房ってなんだろう。めえ、あ、休むのね、ショップ。お土産を買うテンションで三角ボタンをしました。こっちは、はあ、何じゃこりゃ、え、な、え、え、すごい、来たいな、すごい紅葉シーズンめっちゃいいね。どうすか、こういうとこめっちゃ好き。あ、通れる、あ、待って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 あの方はサルバットでじゃない、サルバットはいなかったんだ、ラングポートにいたんだ。で、こっち。こっちは行けるけど行けない。なるほど。裏道とかに続くのかな。白老、長子町、中子町。夜懐石料理めちゃくちゃ楽しみなんですが。はい。酒への漬け込み。前仕込みこそがものを言う、その通りであるねえ、手間暇かけて
東方の精神ね。へえ。表の心に上限はない。名言か。なるほど。あ、調理場貸してもらえる。何いたしましょう。エビ汁。エビ汁だって。いただきます。あ、わらび餅だって。ええー。深蒸しほうじ茶。へえ、ほうじ茶好き。とりあえず、バン君用に買いました。もう、テンションがおかしくてごめん。あ、え、あ、ここ。あ、ここね。わしらの、いや、違うな。ごめん。2階だわ。ここは何？その、貴賓室的な、応接室とかにも使われるような部屋なのかな。はい。客室2階です。こっちが、こっち1人用だ。で、向かい側が3人用。はあ、ここで同行メンバー帰るね。どういう風に寝る？カトルくんこっちかな。アーロンも端かな。バンくん真ん中。バンくん真ん中ってイメージあんまないけどね。どうがいいかな。めちゃくちゃいい。で、こっち女子。こっち女子だな。あー、女子どうやって寝る？真ん中、ゆめちゃん一人で寝ないかもしれないけど。ゆめちゃん、アニエス、リゼットさん。いや、アニエス、フェリちゃん、リゼット。ね、5回ゆめちゃんね。勝手に決めていくスタイル。で、温泉があると思うんですよ。あ、温泉だ！あ、ここ、ロビーですね。温泉だ！この先。絶対温泉。なんだっけ？なんか、薬湯か、なんか、なんだよね。確か。うわぁ、よし、じゃあ、今度はロンライの町を守っていこう。もう幕府だって。あ、ん？え、幕府？はーい。ゆめちゃん行こっか。ちゃんとついてくるんよ。てか、手つないで。アーロンと手つないでて。リト君。うん。お茶の実り、あー、そっか。夏にお茶が実るんね。ね、紅葉めちゃくちゃ綺麗。うん。紅茶も緑茶も抹茶もウーロン茶も実は同じ茶葉から作ってるね。なんか生成方法とか、あ、収穫時期も違うんだ。へえ、そうなんだ。勉強になりました。ありがとう、ファルコムさん。ね、絶対ね、映えるよ。ね、見て、映えるよ。ユーザー、ユーアイ、ユーアイ買いたい。いいね。はい。もうすごいじっくり見てっていい。すっごいじっくり見るからね、私。あー、こういう渡り廊下もいいよね。窓多すぎか。これ窓多すぎじゃない？へえ。あー、どこ切り取っても絵になるよ、バン君。ここ何？なんか、なんだ、風車ありそう、どっかに。どう見ていこうか。うわー、屋台いっぱいある。どうする？温泉卵だって。竹筒まんとうって言ってたっけ。もうまんじゅうって言うんじゃ。はい。娘のいのちゃん、そうなんだ。売れ残りとかね、ほんとね。食べよう。温泉卵。あー、もうダメだ。めっちゃお金使っちゃう、今回。とりあえず3つ買おっか。1人1個ね。またよろしくね。ほい。あ、フィリちゃんたちいる。フィオと一緒にいんの。
ちまきを食べ終わったところそんなに気になってたんだ。あ、ラングポートでもちまき食べてたの。へえ。違うんだ。へえ。いいね、いいね。いや、ほんとね、ほんとね。そうだね、いい経験だってね。ワクワクするね。フィオは料理、調理された米柄の匂いを検知。フィリによる評価を追加情報として登録。これが美味しい匂い。学んでいる。ね。ね、私もちまき欲しい。午後一のちまきマジで好きなんだけど。この方は火山さん。すごい欲求みな感じでとてもいいですね。お疲れ様です。火山様、自分を様付けしちゃう感じ。東方のまたぎ仕込み。また待って、またぎどっか聞いたこと。またぎってでも奇跡で聞いたんだって。他のゲームだっけ。できる男のオーラってもんが。ドルシラさん、ドルシラさん、新人くん、いいね、いい癖を持ってますね、あなた。はーい。あ、そうなんだ、お任せあれ。ケンフーさん、崑崙方面の参道は立ち入り禁止なんだ。政府の測量が入った。測量が入った。自分は月下流を治めているんだ。へえ。コンロに入って修行してきた。へえ。あ、そうなんだ。まあそうだよね。こういう時こそ違うことができて、それがまた新鮮だったりするかもね。なるほど。これは何のイベントでしょうか。おもろバー。なんだなんだ、手相か。占いってそういう系ってこと。おお、こいつらなら興味ある。こいつらってアーロン。なるほど。そういうた、あ、アクティビティってそういう意味。6個あるの。6個あってポイント8ってこと。あ、ほんとポイント8って書いてある。ここに書いてあるわけじゃないのか。あはー、そういうのを楽しめるんだ。どうする？ちょっとそれはね、後で悩みますわ。気になるやつがあったら、その労働を駆使して私は楽しんでいきたい。アイスクリームだ。あ、抹茶アイスあるんじゃない？ほら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 、おめでとう。マン君いった、召し上がれ。マン君に甘々。ああ、美味しそうね、お団子。どうよ。昼間から飲んどる。で、すごい景色。リーンくんの小説の映像ってこんな感じ？こんな感じじゃない？こんな感じかな？どうかな？いや、なんかつながってるんだね、奇跡ってほんと。あ、写真撮ってる。まあ、空撮りたくなるわ。空撮りたくなる。わかる。あの先何？あの先何？あ、ここか。ん？ここだよね、多分。あれは何だろうね。この方、いつ撮り終わるかな？わしも撮りたい、そこで。松の木かな、これ。いや、いいね。めちゃくちゃいい。お久しぶりです。いきなり話しかけじゃない。チョップ見ちゃった。ね、コートで会った、そう、次元の旦那の知り合いです。列車便で来た東方の交易商から仕入れたものがある。へぇ。ああね、記念祭ね。何でも言ってくれよ。あ、
なんかもあ、これ全部もあんの、ここ全部あるんじゃない。うわ、スピード上がるから買います。やったー。え、2がいいやつだよね。魔法攻撃めっちゃ上がるな。買うか。はい。で、回避率がめっちゃ上がるね。買いましょうか。この人が売ってるやつ前も買ったことがあると思うんだけど、よかった気がす。回避結構下がるな。必殺上がるけどちょっとやめとこう。シルバーボード、ああ、いいんじゃない。うん、いいんじゃない。あのね、カトル君が通常攻撃が ATS なのかどうかわかんないんだよね。多分 ATS だと思うんだよね、あの銃。っていうのも、アーツがよく効く敵に物理の子よりはダメージが出てる気がしてたんで、ATS なのかなと察しておる。また来てくれ。ありがとう。やったー。